コナンを見て。確かにこれ可愛い。いいと思う。考えてから行きます、ね、そう堅苦しいのいいね、めっちゃいい。はい、完成でした。完成でした。お疲れ様でした。落としたら怖いですね。かわいいね。かわいいね。あ、かわいい。楽しい。割と作ったのにね。いや、マジでかわいい。あ、なんかいろいろ混ざり合っちゃったね。多分隙間空いてる。なんか1枚入れてから挟んだほうがいいよ。やばいやばい。確かにこれかわいい。かわいいね。だから迷っちゃう。迷っちゃう。決めて。分かんない。片方両方で変えても変わんない。あ、いいね。今作ろう。今作ろう。それ作ろう。あ、さっきのやつ食って巻いて。つながった。お、完成じゃない。完成。かわいい。いいね。いい感じ。今日のここいいんじゃないの。つけとけ。このまま、うん、きれん。いいね。顔めっちゃ可愛い。本当に可愛い。まあ、得意なのはこの顔のパーツ、輪郭とかですね。体結構苦手なんですよ、もともと。顔ばっか描いてたんで。勉強してないですね。なんか勉強してないですか。無心に描いてただけですね。小学生とか中学生とか。もう幼稚園、小学校、中学校、高校、授業中はもう絵しか描いてなかったですね。ノート、絵まみれです。僕 の授業、学生の時のノートめちゃくちゃ薄いんですよ。なんでかっていうと、あの絵描くためにこう切り離して、なんかのアニメのキャラクターを模写っていうよりかは自分でキャラクター作って描いてたのが多いですかね。あれですね、王道漫画は好きじゃないですね、昔から。まあ、今でこそコナンはあの王道ですけど、王道っつってもあれですけど、なんかジャンプ系あんまり好きじゃなくて、コナンだけで育ってきましたね。コナンを見て。コナン見る。コナン大好きなんですよ。1話も見逃せないっていう。激アツっすね。マジでみんな読んでほしい。18巻の灰原哀ちゃんが初めて出てくる回とか好きですね。
動画編集とかも好きなんで。あ、そうなんですね。好きっすね。クリエイティブ全般好きっすね。なんか昔から、はい、本当に学生時代からずっと好きで、それは。動画とか作ってたんですけど、なんか動画上げてる時めっちゃカラコン聞かれるので、もう今まで作ってなかったけど、ちょっともうこの際カラコン作ろうっていうので。聞けましたどうですかね。まあ可愛く描けたと思います。見てますかね現在に至るまでの話を聞いて、でそこから僕は漫画を起こす感じです。その中に出てきた登場人物っていう感じです。あ、これで完成です。平日だからね、来るの。終わりかけ紅葉。このカメラも綺麗、うん、なんか遠いと画質悪くなっちゃう。あと遠いな。どうしよう。ないっけ、こういう撮り方みたいな。ジャンプなんかそんなやつ映んないの。だってこれショーになっちゃう。え、ちょっと待って、なんかすごいいいね、光差し込む。あ、フィルムカメラ、うん、取材したおじさんが言ってたじゃん。空は海よりもずっと深い未知の世界が。